どうも皆さん、こんにちは、チョコラスです。本日はニューヨークで新しく始まったサービスなんですけども、地下鉄の乗り方はですね、今までメトロカードと呼ばれる、これで入場するっていうのは普通だったんですね。これ以外で入場の方法は今までなかったんですね。で、最近、6月の終わりぐらいから新しい、ね、支払い方法が始まりまして、見えますか？見えます。アップルペイ、グーグルペイにも対応した、まあ、クレジットカードの、この Wi-Fi マークってありますね。Wi-Fi みたいなマーク。これがあること、あるクレジットカードは、そのままタッチしてね、地下鉄利用することができます。で、タッチした瞬間に 2.75 ドルで、片道の運賃が、差し引かれるという形で利用できます。で、残念ながらね、これが観光向きかっていうと全然観光向きではないんですよね。で、私がおすすめしているこのクレジットカード、メトロカード、こちら7日間のアンリミテッドということで乗り放題チケットなんですね。これ1枚買えば7日間好きなだけ電車に乗ることができる、乗り換えも自由で、なおかつニューヨークに走っている MTA と呼ばれているバスもこれで乗ることができるんです。ですので、これだと、これ33ドルするんですけど、まあ3500円か3600円ぐらいかな、大体なんですけども、これだともう1回払えば7日間もし滞在する場合はこれ1枚で済んでしまうものなんです。ですけども、あちらのね、新しいサービスを利用すると、まあ都度料金で支払うということになりますので、まあ観光っていう意味ではまあ、おすすめはできないかなっていうところなんですけども、まあね、ニューヨークでこのワイヤレスタッチの、改札がこれからどんどん普及していくっていうのは間違いないんじゃないかなと思います。で、これこの機械もですね、まだあのニューヨークのグランドセンタラル駅に今いるんですけど、まだね、全然普及してなくて、ほとんどの駅にまだこれ設置されてないんですよね。なんで、これがあるところはまあ変な話、タッチで行くこともできるし、そうじゃないところは結局メトロカードを買わなきゃいけないっていう、まあ二度手間みたいには今なってしまってるんですよね。まあいずれ全部の駅でね、対応するんじゃないかなと思うんですけども、まあ、全部の駅っていうと本当に何年先かはわからないんで、まあ今現時点2019年7月現在ではまだこっちの方が全然いいかなっていう感じですかね。で、まあもしアンリミテッドとかね、そういうのサービスがもしね、このワイヤレスタッチでも利用できるようになるのであれば、まあそちらはねおすすめしたいんですけども、今現在はねまだ、全然普及してないので、あの引かれるのは 片道の運賃のみということなんで、まあ、これからねもっと普及してもっと便利になればね、私もぜひ使いたいなと思っているサービス、まあ、今回の動画ちょっと短いんですけども、2019年6月の末からね始まったこのワイヤレスタッチクレジットカード、もしくは Apple Pay、Google Pay とかでね利用できるワイヤレスタッチの、地下鉄の機械を、ね、紹介させていただきましたけども、もしね、使ってみたいという方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。